移転新築が決まっている静岡市清水区の桜ヶ丘病院について移転先の JR 清水駅東口で起工式が行われました起工式には静岡市の田辺信弘市長ら関係者70人が出席し工事の安全を祈願しました。挨拶に立った田辺市長は 今日の起工式が周辺地区のまちづくりが始まる川切りになりますと、新病院に期待を込めました。新しい病院の仮の名称はジェイコー清水桜病院で、会員は早くて再来年の12月以降になる見通しです。桜ヶ丘病院の移転をめぐっては、津波被害を受ける恐れがあるとして、周辺住民から移転を反対する声も上がっていました。